どうも、どうも、コータスでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。江東区の皆様、こんにちは。こんにちは。皆さんは通りに愛称名が付けられていることをご存知でしょうか。道路愛護の精神を育み、道路愛護の精神を育み、区民のふるさと意識を高めることを目的に、区民のふるさと意識を高めることを目的に、区の主要路線に愛称名が付けられてるんですよね。楽しかった修学旅行。なんで卒業式みたいにすんのよ。いつ食べても美味しいお寿司。関係ないじゃん卒業式も。ということでですね、牡丹町通り、そして琴平通りを本日は散策したいと思います。えいえい、おー、何それダサ。今回のナレーションは私西本が担当します。さあ、ご紹介する牡丹町通りと琴平通り、近くに門前仲町の駅や桜の名所として知られている大横川、古石場川親水公園などがあります。牡丹町通りと琴平通りはおよそ800メートルあり、その通りにおよそ50軒の店が軒を連ねている牡丹町商栄会商店街を散策しました。来ましたね。来ましたね。西本さん、はい、ここ左右が琴平通りですね、はい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 、でこちらの行きますと、はい、この牡丹町通りになりまして、この商店街が並んでるということなんですけ ど、ね、今回ね、はい、しっかりとお話が聞けるということでですね、はい、副理事長に来ていただいてます。ありがたいですね。行きましょうか、はい、行きましょう、行きましょう、行きましょう、うん、ありがとうございます。失礼いたします。よろしくお願いいたします。琴平通り、牡丹町通り、副理事長の長野さん、よろしくお願いします。お願いします。この通りっていうのは、はい、大体何年前ぐらい、うん、私ここの生まれですので、うん、もうすでにその時には牡丹町通りという名前がありましたので、はい、おそらく江戸時代に遡るというところなので、うん、まあ、ずいぶん前から、うん、そうですね、今と比べて、はい、当時の商店街の様子ってどんな感じだったんですか。60年ぐらい前はもういろんなお店があって、店舗数も80店舗ぐらいあって、映画で3丁目の夕日とかってあったと思うんですけど、まさにあんな感じで、ノスタルジックな感じで八百屋さんもあったり、まあ、牛乳屋さんがあったり、メガネ屋さんがあったりとか、下駄屋さんがあったりとか、まあ、そういう商店街だったと記憶してます。うわー、なんかね、いい時代というかね、もちろんね、今も素晴らしい商店街ではあると思うんですけど、その時代のね、良さっていうものがね、あったんじゃないかと。そういう時代のことを聞いたらね、なんか今日もいろんな場所行ってみたいなと思うんですけど、こうおすすめのお店とかってありますか。この近くで言いますると、最近できた、まあ、新しいお店なんですけれども、はい、人が飯で有名な、はい、いつも食べてる。そう、好きでいつも食べてる。好きで食べてるのがあるんですけど、新幹線かが焼きでいつも食べてますよ。福川飯発祥の地。福川飯行きますか。行きましょう。ありがとうございます。すいません、福井長、ありがとうございました。ありがとうございました。紹介されたお店がある琴平通りは、昔この辺りに漁師が多く、海上交通の守護神を祀った琴平神社があったことから名付けられたそうです。到着したお店は、昨年オープンした純米酒専門店、深川飯八郎右衛門です。これ、ね、いつも駅弁で買ってる。そうなんですよ。文字一緒？一緒。深川飯一緒。間違いない。一緒です。行ってみましょうか。行きましょう。うわ、発祥のね。いや、場所ですから。ソウルフードって書いてあるもん。失礼します。いらっしゃいませ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらで、はい、ね、何でも、美味しい深川飯が食べられるというふうに聞いてきたんですが、はい、深川飯、はい、地元の名物なんで、はい、ぜひ召し上がってください。ありがとうございます。またどうぞお座りください。あ、いいですか。はい、では失礼します。親父の代からもうずっと深川飯を作って提供してる川なんで、そんな歴史がある、はい、そうです。江戸時代から食べてて、もともとここの周辺が海だったんですね、はいはい、で漁師さんが当時、目の前で取れるものでご飯を食べなきゃいけない、
で今でいうところの15分ぐらいしか漁師さんの休憩時間ってなかったんです、でそこで作って食べるまでが15分目の前で取れたのが、まあ、元々青柳だったんですけど青柳が取れなくなってきてアサリになってアサリを味噌汁にぶっかけて船の上で食べたっていうのが元々のアサリ飯なるほど早速ですけどじゃあいただきましょうか。いろいろお話を、ね、お伺いしたいと思いますが、はい、そのね作って食べるまで15分ですから、ゆっくり食べていただいて。なるほど。はい、お待たせいたしました。どうぞ。あのぶっかけでも炊き込みでもなくて、もっとさらにちょっとアサリ飯をもっと美味しく食べていただこうということで、いろいろ研究して蒸し料理として。うわー、湯気がね、すごい香りですね。そうですね、青のりがね、すごいいい香り。あー、なるほどなるほど。はい、もうぎっしりですけど、はい、なんかこのこだわりの部分で言いましたら、はい、例えば、まあ、貝はもちろん、青のりだったりこのご飯もこのこだわりってあるんですか。有機農法のコシヒカリを使ってるんですけれども、このお米があの地元に深川踊りっていう日本舞踊をやってる人たちがいるんですけれども、その人たちが茨城県にあの田んぼを持ってまして、そこでみんなで田植えをするんですよ、地元の人がこの、でそのお米を使って出してるんで、結構地元愛に満ちた、なるほどなるほど、自分の住んでる町にはこういう美味しいものがあるんだっていうことをあの知ってもらって、その人たちにアピールしてもらえるように、はい、そうですよね、やればいいなと思って一生懸命喋ってもらってますけど気になりますよね、はい、無駄夢中無言で食べてるそれいやあと一つ僕あのごめんなさい全く関係ないんですけど、はい、なんで一人なんで一人え、なんで一人深川来てんの俺ね。まあ、こんだけ美味しそうに食べるから何も言えませんけど僕もやっぱりですねこの、まあ、先ほどお話に、祖母の代から、いらっしゃるってことなんですけどこの通り、まあ、魅力とか、そういった部分でいかがですか。駅の近くの、まあ、神社とかお寺がある永代通りから1本入ったところなんですよ。それなんでまたちょっと大通りとは違う、うん、あの街の散策の魅力っていうのがすごくあるわけで、うん、お店も結構あるんですけどそれぞれすごく個性的なお店があるんで、はい、ちょっと一本外れてね、あの街の散策をしてもらったとしても結構楽しめる、はい、個性的な通りだと思います。はいはいはい。続いて訪れたのはボタン町通り。江戸時代ボタンを栽培する農家が多かったことからボタン町と名付けられたそうですよ。この通り沿いで15年近く店を構えている洋菓子店パティスリーコラージュでボタン町通りについてのお話を伺ってみました。すいません、失礼します。よろしくお願いいたします。よろしいですか。はい、よろしいですか。うわー、すごいよ。うわうわうわ、囲まれちゃった。抜け場がないよ。もう外出れないよ。すごいね。すごい。なんか甘いのだけじゃなくてね。存在感もすごいわ。聞いたことあります？クロックムッシュ、ね、クロックムッシュはやっぱりよく聞きますけど。嘘つけよ。あんたクロックムッシュってあなたの口から出たの初めてだわこれ。 あんた今日クロックムッシュだねって言って違う。あ、すいません、なんか、はい、いや西本さん違うの、ね、お店のねこと気になりますけど、うん、これだけじゃないですか。そう確かに番組の目的がありますから、うん、この通りのなんかこう魅力とかありましたら教えていただきたいなと。やはりあれですかね、ご近所さんとか人情味のある感じ、うんうんうん、じゃあシェフももちろんあの、まあ、仕事じゃない時はお近くで食べに行ったりとか。あ、そうです、あの仕事終わってから近くにご飯行ったりとか、あとお昼のご飯を買いに行ったりとかいうのも結構ありますね。あったかい商店街なんだろうな、いいね、この通りは。いいなって、はいいですよ。ここの、通りで例えばこういったイベントがあるとか、はい、なんかこういう楽しみがあるみたいなことってありますか。年に2回なんですけども、はい、桜祭りと、はい、秋にはお月見というのがあったんですけども、お月見をイメージして、うん、タルトの上に桃を一つ乗せて、工夫もされて、はい、そういうのもこうご近所さん皆さんがわー普段ないやつだねなんてこう買いに来られるんですかね。はい、
いやこの短時間でさ、はい、こうギュッと楽しんでんじゃない？いやそうなんですけども、そうでしょ、この短時間でよ、ね、そうね、何がまだちょっとねお腹空いちゃってるんですよね。まだ、はい、結構食べたばっかりですよ。ちょっとねリサーチしてて、はい、こちらにあるんですけれどもちょうどよくありましたね。ちょうどよく、はい、あこちらですか、こちらにあるんです。仁之助さん、はい、仁之助さんで本店ということで、じゃあちょっと行ってみます。あこんにちは、こんにちは、よろしくお願いいたしますお願いします。いやあの彼が美味しいものをここで食べられるってことを事前に調べてたみたいで、はい、特製天丼っていうのがございまして、皆さん初めて食べた方はびっくりするほどのボリュームと、もう味で、はい、天丼お願いいたします。どうぞ、じゃあそれからおかけください。すいません、ありがとうございます。すいません、いや嬉しいな。いや嬉しいじゃないよ、食べたばっかりですけどね。知ってる、ね、いや知ってるというか、まあまあもう店構え、あっ、うわ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 、本当にボリュームすごい。ちょっとえお姉さん、ちょっと待ってください、これいつものボリュームですか？そうです、テレビだからってちょっと多くしてるわけじゃないです。ないです。うわすごいよこれ。ありがとうございますこれ毎回この量ですか？そうですね。すごいよね。ねえ、いやいや、翔さん何にも喋れないから、ブロッコリーもでかいな。ボリュームありますし、サラリーマンの方には、うん、ランチの一番人気、西本さんどうですか？美味しい美味しい。ちなみにここのお店ができて3年ってことだったんですけど、はい、この場所はなぜ選ばれたんですか？暖かそうな街っていうの、みんな協力してくれるんですね。あの前からいらっしゃる方が、はい、いいお話聞けました。うーん、西本さん、あのちょっと僕ずっと喋ってたんですけど、残り何、芋のみ最後のお店は創業46年のコーヒー園です。いやちょっと見つけちゃった。あ、見つけちゃいました。見つけ、いやずっとなんかいい思いしてるでしょ、はい、コーヒーはいいじゃないコーヒーはいいじゃない、コーヒー飲みたい。ちょっといいですか？行きます。だってどうぞとドアが開いてんだから確かに、すごいね、換気も良くて。行きましょう。失礼しますね。あ、よろしくお願いします。失礼します。失礼します。失礼します。いらっしゃいませ。どうもよろしくお願いいたします。マスターでよろしいですか？ありがとうございます。マスター、ちょっと待ってください。めちゃくちゃいい感じの店ですね。いやいや、恥ずかしい恥ずかしい、そんなこと言わないでくださいよ。ちょっと好きなね、お店ですよね。深川の聖地に来たら。お店を出された当時と、今ではこの通りっていうのは随分変わりました？いや、さほどね、はい、変わんないんですよ。商店街とかの意味ではどうですか？変わりました？結構今やっぱりね、若い人たちですね、あの活発に、商店街かっ、だいぶ活発になりましたよ。今は大道芸の人たちを呼んでね、はい、盛り上げて、もうやっぱり商店街は盛り上がるということは、町会もね盛り上がってきてですね、町全体がね、とってもいいと思います。ね、地元ですからね、自分が生まれて育ったところでね、ましてお金を稼がしてもらってるところでね、生きてこれると思うんだからね、やっぱりこういう町とかそういうのにね、やっぱり感謝して、どっかで恩返しができたらなとかね。なんか温かさに触れられるようなお店でしたわ ね、 ね、これからもね、ぜひね、この地元の皆さんのためにもね、はい、どんどん頑張っていただきたいと。あ、ありましたね、ようこそボタン園へ。あなたのじゃないですけどいいですね、ボタン園。ようこそ、ようこそ、うん、なんかこの地域ではですね、はい、この江戸時代、このボタンを栽培されてる農家さんが多かったと。でその特色にしようということで今でも栽培されてるってことらしいんですよね。なるほど、ね、こうでも今ね、こういう育ってるボタンをまあ子供たちが見て、大人になってからもまた引き継いで、そういうことね、ボタンを育てていくみたいな、バトンがつながっていくといいですよね。そういうことですよね。もう西本さん、そして今回改めていかがでした？すごい楽しそうだったから今日。いやもうね、本当にね、美味しい
通りでしたよね。ああ、どんな通りかって言ったら、うん、美味しい通りでした。あんな、うん、その、うん、グルメとしても美味しいし、芸人としても美味しいっていう感じ、ね。美味しい、そんな一日。あとはやっぱりあったかい人も多かったなと。そうですね。思いますね。ぜひね、皆様にもですね、この通りその足でですね、ぜひぜひお越しいただきたいと思います。はい、ではまたお会いいたしましょう。さようなら。9時、正午、3時、7時、役立つ情報放送中。見てねとことみちゃんも言っています。